こめっちゃ踊ったよ。これまで数々の勝負を繰り広げてきたんですが、引き分けということで結果は発表したいと思いますので、はい、車の話出張坂戸店のコーナーです。始まりました。なんとですね、今日はスペシャルゲストで GT300 ドライバー、そしてグランツーリスモのワールドチャンピオン、イゴール大村フラガさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、イゴールはですね、実は一緒にチャンピオンを取ったチームメイトでもあるということで、はい、2回チャンピオンを取りましたね、僕ら、ね、取りましたね、はい、ということで、今日は実は車の話の収録日なんですけれども、我々はですね、その裏でですね、いろいろと YouTube 撮影を今日はやっていくということで、今日が1本目なんですけど、暑いですね今日ね。暑いです。なんか朝家出たらすごく寒かったけど、はい、急に晴れてめちゃくちゃ暑くなってきましたね。いや、暑くなりましたね、うん、はい、というわけで、そんなイゴールさんとですね、まずはですね、イゴールさん、我々、ね、実はプライベートでいろんな対決してきましたね、はい、いろんな対決してきました、はい、グランツーリスモでも対決しましたけれども、うん、某有名なね、はい、マリオカート、はい、マリオカート言っちゃったよ、はい、あとはですね、ゲーセンのレースゲームで数々、ですね、戦ってきたわけなんですけれども、実はね、今まで勝敗引き分けなんですよね。今日はですね、もう収録で来てもらえるということで、じゃじゃーん、アヘッドのデモカー GR86 でですね、今日はタイムアタック対決をしようということで、イオルさん、今回負けられないですね、僕、はい、だって井原さん、だってね、井原さんね、昨日ね、スーパー GT の鈴鹿終わってですね、そのままもう夜中帰ってきてレーシングスーツを洗濯してきてもらってますから、ね、ちょっと眠いです。あ、眠いね、はいはい、でも負けなきゃいかないですよね。ないです、本業だもんね、うん、山中くんはこう見慣れないちょっとスーツ着てるんですけど、はい、うちのチームのね、はい、スーツをね、はい、借りているわけですけれども、うん、今回はちょっと、うん、はい、負けられないです僕、はい、というわけで、今回ね、 GR86 持ってきました、はい、はい、ね、ホイール、あとはね、ハイグリップタイヤ、ダンロップさんのタイヤを入れてて、あとブリッツさんの車庫帳と、はい、あと今回ですね、クスコさんの機械式デフも入れてみました。お、はい、であとはですね、実は今回からちょっとね、ロガーを取れるようにしたんですよ。なるほどなるほど、なんか比較ができるっていうことですか、はい、そうなんです、足元とオンボード取れるようにカメラを設置してきて、これね、 M&S カムっていうスペックプランニングさんっていうところの会社のカメラを使って、実際に GPS もついてるんで、これでね、タイムも出るし、2人の走り方の違いも見れるっていうことで、いや、それはなんか僕結構データとか見るの好きなので、バトル後もなんかいろいろと楽しめそうです、はい、はい、というわけで、今回ね、じゃあ対決を早速ね、やっていきたいんですけど、何周で戦いますか。結構暑いんで、すぐ熱だれとかしちゃうと思うんですよね、だからなるべく短い方が良くて、計測1、2周、2周ぐらいでいいんじゃないかなって気はしますんですけど、はい、アタック2周で2周でいきますか、はい、じゃあ行きましょう、はい、というわけで、アタック2周でですね、僕とイゴールでタイムアタック対決をしていきたいと思います。
というわけでタイムアタックが終わりました。イゴールさん、はいはい、どうでした？まだ車を操れて完璧に操れてなくて、なんかヤマドゥの横に乗ったら1コーナーのブレーキちょっと余ってるなとか、あと最後 の、 あの SG とかも結構駆動を乱しちゃったので、うん、なんかうまいことまとめれなかったのかなっていうところがちょっと正直です。はい、はい、さあというわけでですね、まあ、イゴール今回ね本庄先の初めてなんだよね。あとね、はい、初めてです。練習で2周してあの本番一発いったって感じだったので、はい、うん、まあとりあえずこんな感じかなって。なるほど、はい、アタックしました。はい、というわけで、まあね、今オンボードもねきっと映像としては出させてもらってると思うんですけれども、まあね、とはいえやっぱり結果は発表したいと思いますので、うん、はい、こちらにデータがあります。ドキドキ。はい、じゃあまずですね、はい、じゃあどっちのタイムからいきますか。いや、僕が最初に言ったから、まあ、とりあえずじゃあ僕のタイム、はい、じゃあイゴールのタイム、うん、46秒297です。うん、それってなんか早いのか遅いのかよく分かんない。まあこのね今日のすごい高い気温を考えたら全然いい方だと思います。うん、はい、まあ、タイヤもねあの Z3 ですけどだいぶもう熱入っちゃって誰なんで、はい。で、まあ、僕の方なんですけれども、はい、45秒968ということで、イゴールさんありがとうございました。ありがとうございました。リベンジマッチいきましょう。もうね残念イゴールごめんね、今日さもうコースクローズしちゃったんだ。夜今日はね僕が勝ちらしいな。 まだ明日あるから本庄サーキット借りないといけないからさ、ね、まあ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 、まあ、今度またやりましょう。はい、はい、まあね、今回はまあ僕の勝利でしたけれども、さすがに今回はちょっとねイゴールには申し訳ない条件で走ってしまったので、リベンジマッチやりましょう。やりましょう。はい、次何がいいですか。うん、なんか考えましょう。とりあえず、はい、僕がちょっと借りてるロードスター、うん、うん、出してもいいかちょっと許可取って、はい、次はロードスターで行けたらやりましょう。イゴールが一番ね、今イゴール乗ってるんだよね、ロードスター普段ね、はい、乗ってます。はい、乗ってます。はい、そのロードスターで対決するかもしれませんということで、まあ、僕とイゴールのですねタイムアタック対決をさせていただきました。中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘ。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘ。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは井上さんどんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当に一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスと、ブレス、ああブレスさんですね。はい、板、ね、はい、金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてすべてやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。